What is up, ladies and gentlemen? My name is Nathan Dashke, and welcome back to Yakuza Zero Heart 15. We're getting close to the end here. We're playing Majima, and our goal is to just head to the Champion District to see what is going on. Tachibana died last episode, so we lost Oda and Tachibana. This makes me very sad, but Nishikiyama is now a part of our team, which is really cool. But yeah, I'm still sad Tachibana died, but it's not the, not the whole end of the world, you know? Alright, here we are. Well, here I am in the Champion District. Any of Tachibana guys still kicking around here? Whoa. I guess we'll find out, right? I believe it was in here. Oh, these are not Tachibana men. Okay. Whoops. Why did Majima just feel so much stronger? Here. Why haven't I been able to do my spin wheel? Here we go. So it's on the fourth one if you want to do the spin wheel. Right there. Okay. I think I actually have some points here that I could probably put into this. Wish I could just back out of that or something. If heat loss when you take damage from an enemy attack. Oh, that seems pretty good, I can't lie. Okay. Well, we're just looking around to see if we can find a someone that works with Tachibana. Hello? Nani, Anta? この辺に立花不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどな。チーと話聞かせてくれんか。あんたもどこかの組の人？いや、そんなんちゃう。まあいいや。ここ何日かは立花さんとこの人は来てないよ。来るのは地上げのヤクザだけ。俺らも立花不動産の人たち探してるくらいでね。でもなんかやばいことになってるみたい。やばいこと？堂島組に追われてるってさ。俺も詳しくは知らないけど。そうか、お気にな。 Another swing and a miss. Where the hell is she?Maybe someone else will know, eh? Maybe. Well, I guess we just leave, right? やっぱりあんただったんだな、マジマさん。町の門からあんたを見たって知らせがあってな。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる。ちょっと話聞かせろや。事務所までつらかせ。いや、悪いけど急いどるんや。また次顔出させてもらいますわ。
釣れねえこと言うなよ。それにあんた、自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんだよ俺。下っ端がエラなったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。決まってんだろうが、あんたが組に逆らった時からだよ。 Oh shit, here we go. Five men, Shimano family. We've fought Shimano before. I think it was in like two or three, one of them. But I remember fighting. Wasn't the easiest fight, I'll tell you that. Dude, that does so much damage. See, what's weird is, Skeeter's easiest for fighting thugs. When you get onto like an actual boss fight, these boss fights are way harder. So I think it has to do with the style of fighting. まだおったんかい。相変わらずですね、真島さん。若い者のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな、俺は今急ぎの用があるんや。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと。それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。何遠慮しとるんや、真島。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、
そうないなことになっとったんか。せやけど安心せい。全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島。わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは、お前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそりゃ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前っちゅう男をよう知っとるんや。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな、兄弟。その前にお前らもう殻の一つは見たか。あ？殻の一つは七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今東城会の鍵を握っとる。堂島組の連中が大金つぎ込んできた神室町再開発計画、その生き死にが殻の一粒にかかっとんのや。もし堂島総平がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東城会の後目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら東城会はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭風間や。風間、風間慎太郎ですか？せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが東城会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った立花不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。風間も親の堂島には表立って立てつけん。せやから立花不動産中兵隊を使ってるっちゅうこっちゃ。はん、それ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島の組も元を正しゃ堂島組の系列。堂島総兵ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ？殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は？信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。は、なるほど。愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために？東城会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東城会は取れん。女が消えたら案の定動き出した東城会の人間がおった。それが日教連のセラや。あのセラを動かしたんはお前の手柄やで、真島。風間とセラのつながりはわしにも見抜けんかった。
セラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日、カムロ町でセラを見たもんがおる。あ、なんだと？それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば、逆に日教連を利用できることもある。真島、お前もう牧村誠は殺さんでええ。そん代わり、あのお嬢ちゃん、立花不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてや、わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったら、お前東条会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。ふん、女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。せやったら、その兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな、真島ちゃん。女は殺さなくていい。東条会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやから、ええ話がある言うたやろ、真島。Love the slow zoom on the ponytail. All right, so we gotta find Nishikiyama. ただのピエロ、ちゅうわけか。おい、落ち着けよ。負けてきれんな。もうパチンコなんかやめろって。うるせえんだよ。おいおい、てめえ待てよ、こら。なんかこいつヤバくね。バカやべって。That was just a scene of just him getting his ass kicked. He's a masochist or something. Mopping around won't take me in it. I gotta find it. Maybe tell me where Kira is. Okay. Family offices, we go. Sugita building. Alright, we'll find our way, huh? I just wonder how Majima becomes so, like, crazy, you know? Like, do
he becomes insane after a while. おい、待て。誰だてめえ。真島言うもんや。堂島組の錦山、来とるか。え？錦山さんのお知り合いですか？いや、これから初対面や。あん？てめえふざけてんのか？何者だこれ？錦山おらんのか？うるせえ。おめえもういいから帰れ。ここどこだと思ってんだ。おら、消えろっつんだよ。よせ。そいつは真島だ。お前らの手に負える相手じゃねえ。真島って、真島五郎ですか？3年前島の組から消されたっていう話だったがな。間違いねえ。あんた誰？風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある？あんたには関係あらへん。ええから錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか？なんやと？お前は登場会から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺がやる。真島、場所を変えさせてもらうぜ。この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、ええやろ。 No way we're fighting this man, bro. No way we're fighting this man. Oh shit, it's going down. Is this like on a rooftop? It appears so. Here we go. Here we go.いや、ここ俺が面倒見てるビルでな。好きに使わせてもらってる。お前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ。ほんまにあんた一人でよかったんか？今からでも遅ない。手下呼んでもかまへんのやで。それじゃつまんねえだろ。俺もお前とは一度やり合ってみたかったんだ。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道の佐賀ってやつか。派手に行こうじゃねえか。追っ始めようぜ、真島。Oh shit, bro. I don't think we've ever fought this dude in any of the games. This would be interesting. Hey! Get it up, get it up, Osamu. This is what we wanted. Get him on the floor again. Hopefully get him down into the yellow bar. Not all the way there yet, but there we go.
we're gonna get him to orange. Hey, he's gonna start getting on fire pretty soon. Okay. Oh shit, what's about to go down? Ooh! I fucked up. Wow. Wow. And now he's actually on fire. Okay, get him down. God damn, bro. That attack does a lot of damage. I must say, I'll give you credit, buddy. I'm not gonna let you land that again, though. Okay. Come on, bring it on, buddy. Oh, dude, we got him. That's game. Fuck. I'm going. この化け物が風間組におったんか。柏木さん、ええとこに来たやないか。錦山っちやつはどこや。さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。俺と揃いにしたる。俺にそんな真似さすな。セレナって店だ。天下一通りにセレナって店がある。西山さんはよくそこで飲んでる。そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。That boss fight wasn't that bad. But I feel like that's not the main boss fight of this episode. We're probably going to have to fight Nishikiyama. Alright, off to Serena. Good thing is, I think it's relatively close. Yeah, it's not too far away. Good thing is, a lot of these maps are usually small, you know? Like, they're never too massively big.So the plan is we're gonna play 4, 5, 6, and 7 after this, and then we're gonna do one of the spin-off games. Maybe Judgment, maybe Ishin. I don't really know yet. But yeah, we're making progress with the Yakuza franchise. We're 4 games in. I'd love to get it completed and finished, you know? Oh, where do I enter, Serena? Is this not the... Apparently I'm supposed to enter at the front?Okay. I didn't know there was furniture. Oh, it's the elevator. いらっしゃいませ。良さそうな店やな。
ありがとうございます。帰るよ。なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。実際よう来るんか？ええ。誰だあんた？真島言うもんや。お前は？あんたの探してる男だって言ったらどうする？俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠いう女や。その子は立花不動産の桐生と一緒におる。その桐生のとこに案内してもらいたいんや。真島って言ったかあんた？ああ。俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられたって聞いてるよ。それ以来町から姿消したってさ。登場会に復帰したってことですか、真島さん。まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ？あの子を守るためって言うたら信じてくれるか？何？お前の兄弟分はどこや？牧村誠どこに隠したる？錦山君、お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何がわかんだよ。今ので何もわからんようやから、お前は俺に勝てんのや。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。 Oh shit bro, Majima is fighting a wide variety of motherfuckers. Kiryu's just fought Kazuu like 4 times, bro. Majima. Oh, this is like less health than Kashiwagi. Oh fuck. Boom. Batter up. Oh wow. Nice, buddy. Probably, get some healing items. Oh god.Don't hit me, Reyna. Motherfucker. You're done, buddy. You're done. もうやめて！やめてほしいんやったら言えや、錦山。キリュウはどこや？待って。あなたが探してるのは
牧村誠でしょ。よせ、レーナ。彼女なら姿を消したわ。もう桐生さんの元にもいない。なんやと。どういうこっちゃ。錦山君も今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその誠さんを探すために。ほんまなんかその話。3時間くらい前だ。彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ちょっと待て、なんなんや誠の兄貴っちゅうんは。知らないのか。立花哲、立花不動産の社長が彼女の実の兄だ。なんやと。二人は中国残留孤児の二世で、10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい。彼女が蒼天堀にいたのは、そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子は姿消してた。目が見えねえはずなのに、どこ行ったんだ。最後に女見たんはどこや。西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後にあの子は消えた。そしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザが行さん狙っとるんやぞ。あんた、さっきあの子を守るために探してるって言ったな。あれ本当なのか。ああ。だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。くそ。She's somewhere here in town. If they don't find her soon, she'll get snatched again. Where the hell am I supposed to find Mikado? She's just in town somewhere? Hmm. If I just had a clue where she went. She took it to one place. Iku de!I don't even think those were bad guys. I think those were just dudes. Why do people just want to randomly attack me? Like, what did I do, bro? That's where we're gonna head, is the homeless part.Maybe we'll be able to find something there. Take my money, buddy. Dancing fever. I think this is the right move. What am I supposed to do then? Hey, what is this man? Why are you looking like that, bro? You think you have something to say? Yeah, good job.
I'm trying to think. Maybe the empty lot, huh? We're gonna try the empty lot, see what happens. Alright, I'm coming through. カラの一坪は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。これがカラの一坪。まことなんやろ。そないなとこで何してるんや、お前。まこと？あなたにはまた会えると思ってた。Well, shit, that's a crazy ass plot twist, eh? Alright, guys, let's jump in. Chapter 16, man. This is gonna be interesting. Chapter 16, Proof of Love. Majima is in love. My boy is down bad. お前、見えとるんか？なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日、あの殻の一坪で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄をあんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなや。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命やない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せえ、
俺が一緒におる。何があっても必ず守ってる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは空の一つを狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅんか。お金なら払える。10億で足りる。もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。誠、ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。All right, guys. Well, that's it for this episode. Hope you enjoyed. Hit that like and subscribe button. And I will see you guys in the next one. Peace out.